深夜の港に釣り人の姿が。よく見るとそばで黒猫がしっかりマーク。このホッケをあげてみたけど興味を示さなかったとか。そんな時釣れました。いい種類じゃん、うん、すると、おあ、猫が猫がこれ狙ってるところバカコ取られたらこれ終わりだぞ。もう一度その瞬間をチェック。おや、ここで表情が一変していますね。黒猫の中で急にスイッチが入ったみたい。釣りをするときは猫の狩猟本能に気をつけましょうね。